こんにちは。第7次参政、竹の内の宿根、竹内睦弘です。今日は第13代天皇、聖武天皇について喋ります。前回喋った通り、おそらく聖武天皇は、初代大御竹の内の宿根の弟でしょう。若田らしい、彦の御事という名前がありますが、聖武天皇というふうに名前をした。これは任務を遂行したという意味ですね。それを作ったのは大御の御船です。大御の御船は、要するに古事記日本書紀の元になった帝王棺の、実は秘密の筆を持っていたのでしょう。だからそれに応じた名前を作ったと思います。この天皇の時、後継オウスの御事ってのがいたんですが、お兄さんに、これ実は弟のオウスの御事というふうに人に殺されてます。このオウスの御事っていうのは本名はオグナって名前なんですが、実はこれがヤマトタケルの御事なんです。このヤマトタケルの御事についてはまた別に外伝で詳しく喋ります。そして、聖武天皇と仲良かった、竹の内の宿根が大臣となっています。ですから、イメージ的には聖武天皇と竹の内の宿根と、ヤマトタケルは実は兄弟だったということをイメージしてください。このイメージは多分つかないと思うんです。このイメージを作っていくとすごくわかりやすいんです、この時代。あんまりこの時代のことを詳しく語られてませんけど、実は聖武天皇、大臣の御事、そして竹の内の宿根、つまり大臣の御事とは山田竹の御事ですね。ですから、この三人は実はほぼ兄弟関係であったということを理解していくと、この時代がすごくわかりやすくなると思う。ぜひ、この間を押さえておいてください。それでは、また。